こんにちは。香港の日本語教師のまさみです。お元気ですか？今日も一緒に日本語を勉強しましょう。このビデオは中級の14課63番目のビデオ、文法の8番、何々とはというのをやりたいと思います。おとといアップロードしたビデオで少し話したんですけれど、この何々とはというのは定義ですね。これですね。定義。定義、ね、ディフィニションですね。の辞書などでよく使うですね。ウィキペディアとか、の辞書でよく使うような表現です。の中国語にすると、シェマシェマ、ジュシュシェマと説明するような時によく使います。の使っている教科書は、みんなの日本語。大河でやっぷんゆ、ダジャーダールーユの中級の3番、台湾バージョンですが、日本バージョンでね、白い本で中級の2になっています。同じ内容ですから安心して勉強してくださいね。ではですね、もう一度確認します。とはですね、これ実は2つの助詞です。とというのは、と言います、と思いますのとですね。で、はというのは強調のはです。で、一緒に使っていきましょう。でね、名詞。この教科書では、文法の8番ですから、57ページですね。これですね。で、ここね、全部ね、名詞の例なんですけど、実際には動詞の普通形をここに入れることもできますが、する、しない、した、しなかったですね、を入れることもできます。で、何々とは、で、こう、後ろに、定義や説明を入れます。とても、硬いですね。これね、とても、どこに書いてある？どこかに書いてありますか？書いてないんですよ。これ、何々とはは、硬い表現です。とてもフォーマルですね。非常正式ね。比較書面でね。のとはですね。では、口語、話すときにはどんな言い方をするかというと、何々というのはとか、何々というものは、もっともっとカジュアルね。でそしたら、何々って、てでもいいです。ではね、教科書をまずは読んでいきましょうか。皆さん、台湾バージョンでは57ページです。こんな感じですね。ここからですね、この問題を読んでいきたいと、ここは違う。私のメモですね。こんな感じです。では読んでいきます。海外で日本のテレビアニメが受けるわけとは何だろう？負けるが勝ちとは、相手を勝たせる方が結局は自分が得をすることがあるということだ。なんかね、負けるが勝ちね、例えば、私が、そうですね、例えばね、どんないい例がありますか？例えば私は、今ね、果物屋さんです。八百屋さんです。で、果物を売っています。リンゴとかみかん。でね、私のリンゴは、例えば200円です。で、お客さんが来て、すいませんってね、いくらですかって200円です。と言ったら、お客さん、おー、まさみさん、それね、200円高いですね。一つ100円にしてください。と言った。で、それで、ここで私が負けるというのは、安くすることになりますね。だけど、もし私が安くしません。絶対200円です。安くしません。と言ったら、お客さんはリンゴを一つも買わないかもしれません。だけど私は売りたいから、じゃあお客さんいいよ。ちょっと安くしましょう。じゃあ一つ180円にしましょう。と言ったら、お客さんは喜んで嬉しいから、リンゴを5つ買ってくれました。で、5つも買ってくれたから、結局私はディスカウントして安くしたんだけれど、ちょっと負けましたね。でも、お客さんがたくさんリンゴを買ってくれたので、やったーってですね。で、最後私はいいことがありました、ね。こんな時にも負けるが勝ちと言ったりとか、他にもね、例えばですけど、友達と喧嘩した時ですね。喧嘩して、で、友達と私の意見が違いますから、喧嘩したんだけれど、私がね、でもこの友達と私が一番、一番の希望、一番嬉しいのは、私はこの友達とこれからもいい友達でいたいです。ですから私は、ちょっとね、自分は悪くない、間違っていないと思うけど、でも、
ごめんねってね、あなたの意見も、そういう意見もあるね、そういう意見もいいと思いますと言って、でごめんね、私はあなたのことをね悪く思ってるんじゃないんですよって、これからも仲良くしましょうと言って、で友達も、私が謝ったから友達も、私もごめんねと言って、で2人はもう一度いい友達になりました。でこれは私は今ごめんねと謝ってで相手が勝った状態になります。相手の意見が正しいと言っておきました。で友達は嬉しいから私と友達になって、私たちこれからもいい友達ですね。この時に多分私の一番大切な目標は達成できましたね。私が一番欲しかったの、今喧嘩で勝つことじゃなくて、ずっとこれからもいい友達でいることですね。なのでこれも負けるが勝ちの一つのタイプだと思います。じゃあね、次行きましょう。これですね、彼女、彼女にとって家族とは一体何か、一体ダオティシュシャマル、一体何か、 What on earth it is ね、the family is for her ね、家族とは、皆さんにとって家族とは何ですか。なんかね、私にとってね、家族とはね、そうですね、一緒に人生を歩むパートナーですね。そうですね。ではね、練習の1ですね、これ問題やっていきます。この練習1、外食レストランなど食事、外食とはね、ダイニングアウトね、外食とはレストランなどで食事をすることです。1番、ちらし寿司、一体どんな寿司、ちらし寿司とは一体どんな寿司のことですか、また一体どんな寿司でしょうとか、あと一体どんな寿司だろうでもいいかな、ちらし寿司とは一体どんな寿司だろう。ちなみに皆さん、ちらし寿司はわかりますか？こう、酢飯ですね。寿司のご飯ね。酢飯、ビネガーライスね。酢飯の上に、小さく切った、刺身って、ね。香港では時々、刺身ライスと言いますけど、野菜とか、あと、そうね、野菜と、あと、お魚ですね。サーモンとか、マグロとかね。で、こう、あと、いろんなこうフレークとかつけてカラフルになって、卵も乗せますね。なんかオレンジ、ピンク、茶色とか緑とかいろんな色があって綺麗な感じです。あれをちらし寿司と言います。3月3日の女の子のお祭りでひな祭りとか、それから私の家ではね、時々ね、私が子供の時誕生日パーティーでちらし寿司を食べたりとか、みんなで大勢でちょっとお祝いするような時なんかに食べるものだと思います。次です。2番、ダイレクトメール、商品宣伝、個人郵送。ダイレクトメールとは、商品をと、ね、宣伝するために個人に郵送する郵便のことだですね。ダイレクトメールとは、商品を宣伝するために個人に郵送する郵便物、また郵便のことです。ジャンクメールのことね。だからカタログみたいなですね、はい、ダイレクトメールです。次、練習にですね、勇敢とは、ここやりましょうですね、勇敢とは夕方に発行する新聞のことだ。香港には勇敢がないと思うんですけど、どうですか。ないですよね。香港の新聞は朝だけですよね。日本には勇敢があって、薄くて、朝の新聞、朝刊というんですけど、朝ごはんは朝食でしょ。で、朝の新聞は朝刊と言います。で、朝刊は普通は政治や経済の内容が多くて、厚くて、結構内容が多いんですね。で、夕刊は、政治経済もあるけれど、例えばね、もっとね、主婦が読むような内容とか、おじいちゃんおばあちゃんとか、家に夕方うちにいる人たちが読むような内容が多いので、例えばね、子供向けの新聞もあります。子供ニュースとか、料理のレシピとか、あとね、社会問題のかな、とファッションとか、あとね、小説、漫画とかですね、もたくさんあります。あとちょっとゴシップかな、芸能人の、有名な話の芸能人の話なども書いて、あと旅行とかも多いですね。そういう内容が多いです。で、次です。1番、
早起きは三文の徳とはですね、これ聞いたことありますか？早起きは朝早く起きることで、三文の徳というのは、三文ってね、今いくらかわかんない、多分100円ぐらいです。昔のお金の単位です。単位って単位ね。例えば日本円、今円でしょ、アメリカドルですね。例えば香港ドルとかね。でも昔の日本で1文2文3文という言い方がありました。なんかその少しコインみたいね。で、早起きとは何かというと、朝早く起きたらちょっといいことがあるという意味です。だからこれ、奈良のね、なんか話がよく有名なんですけど、奈良では昔、奈良、鹿がいますよね、ディアーズね。で、動物が死んでいると、政府の人が来て、でね、私の家の前で鹿が死んでいると、私がね、こう罰金、ファークワン、ね、ゲットパニッシュとゲットファインでね。だから、朝早く起きて、自分の家の前をチェックして、で、それで、鹿の死体、スーティーね、デッドボディね、があったら、他のところに持って行ったりとかするっていう、ね、でもしそれをしなかったら、朝早く起きなかったら、警察がそれを見つけて、あ、まさみさん、これあなたの家の前に鹿が死んでましたよ、はい、お金払ってくださいと言われたりするから、それで朝早く起きたら三文得になると言ったという話もあります。これ一つの話ですね。では続きいきましょう。2番、自然エネルギーとはですね。自然エネルギーとは、これは自然のエネルギー、エナジーね。でね。ですから、例えば風や水ですよね。あと地熱、ね、グラウンドヒートね。地熱を使って、作り出した、電気やパワーのことですよね。あと私の例、あ、例ね、これね、文にしないで、これイコールで、これとこれは同じものです。なんで、こちらが、何か、こう、例えば短縮形、ショートフォームね。あ、もうちょっとこっちですね。で、こちらの、皆さんが見て左側ですね、は、短縮形、ショートフォームを入れて、右側にその説明とか定義を書いてみました。で、とはを使って例文を作りましょう。ね。と、LCC、安い飛行機。LCC とは安い飛行機のことです。これローコーストクーリエといって、例えばね、香港と日本だとピーチとか、それからバニラ、それから台湾コイってありますよね。それから、あと何ですか？あ、香港エクスプレスとか、あのあたりですね。あの LCC ですね。それから、グーグルで調べる。ね、グーグルとは、Google は普通形ですね。Google とは、Google で、はい、Google ね。Google Check。Google Research。ね、Google で調べるということです。ね。で、それから、タピル。タピオカミルクティーを飲むですね。これタピルはちょっともう古い感じがするんですけど、なんか2年、3年ぐらい前はすごく流行してましたね。タピルは、タピがね、タピオカミルクティーですね。ジャンジューライ茶ですか。ボーボー茶ね。で、ミルクティーを、タピオカミルクティーを飲むということです。また飲むことです。で、スタバですね。スタバ、私よく授業でスタバを使うんですけど、で、スタバ、どこどこのスタバで会いましょうだと、セントラルのスタバで会いましょうって、スタバ、ん？ってなる。スタバ、スターバックスのことです。スターバックスカフェね。スタバとは、スターバックスコーヒーのことです。ね、皆さん、よかったらとは、使ってみてください。実際にここでグルッと出したんですけど、日本語を勉強している時に時々わからない単語ありますよね。で、ググる時にこうやってね、ググるね、何何、こう調べたい言葉に「とは」とつけて調べると、いろんな意味がね、出てくるので便利なファンクションです。よかったら使ってみてください。じゃあ今日ここまでにしましょう。今日の勉強は定義、説明を言う時の「とは」でした。いかがですか？何か質問があったら下のコメントから待っています。と、よかったらサブスクライブして、ベルマークを押しておいてくれると、ほとんど毎日、ほぼほぼ毎日ビデオを1つ、ね、アップロードしているので、皆さんのところに、ね、だいたい香港時間で夜10時から11時ぐらいを狙っていますが、毎日できるわけじゃないので、時々朝とかアップロードしてごめんなさいね。よかったらベルマークもオンしておいてくれると嬉しいです。あとは、高評価ですね。ライクピッとしてくれると嬉しいので、どうぞよろしくお願いします。じゃあまた明日一緒に勉強しましょう。お疲れ様でした。またね。バイバイ。